話さる？ほんま？もう風呂入ったんよ、眠すぎて。めっちゃドーナツ食べたくなりました。食べよう。美味しかった。今日も好き溢れてる。お、嬉しい。今日、あ、今日発売なんだ、ドラゴンクエスト。なるほどね、だからか。やばいよ、今日眠すぎる。話題になってるんだ、ドラクエ知らない。あ、聞いたことあるけど、どんなやつかわかんない。ドラゴンクエストじゃろ、ドラクエ。おととい、昨日の2日間空いてよかったです。ほぼお仕事直帰だったけど、ありがとう、来てくれて嬉しい。明日は中早起き、中早起き。この30分で耳が遠くなった。え、なんで。クークさん、お疲れ様。おつ、おつ、連れて行く仲間に名前つけれる。あ、そうなん、敵くるくるにしたってこと。嬉しい。あ、リメイクした、昔流行ったやつがリメイクしたやつ今日。なるほどね。そう、目がめっちゃ重いの今日。何それ、4人くらい。何それ何それ。明日もメイクコール。え、嬉しい、待ってるね。明日は怖いんです。あ、間違えた。明日はやっぱ平日の夕方ではない、今夕方あたりだし、ライブが重なったここ最近の中での明日なので、こうファンの方がいてくれるかなという不安が。髪の色も、あ、髪の色も選べるの。マレーシアの新時もあったけど、ドーナツ、あ、映えるじゃろう、じゃろ。明日チケット入手した。お、会いに行く、ありがとう。私4人、あ、4人パーティー、え、4人でやるゲームな。2人で食べる。お前、え、そうな。ワンちゃんみたいです。これ考えも、そう、コロちゃん。あ、行く、嬉しい、待っているよ。確かに西に東に。全部チケット買った。お、嬉しいです。仲間の名前とか職業も決めれるの。待って、どういうゲーム？全然わからなくなってきた。ドラクエ。ドラクエって人間なの？眠たいよ。今日は気づかれ。お、おしかめ可愛かった、ありがとう。職業魔法使い、あ、そういうことか、魔法使いとか戦士、なるほどね。職業とか言ったからアイドルとかさ、なんかアイドルとか保育士とか看護師みたいな話かと思ったんだけど、そんなわけないか。頭痛は治った。あ、ちょっと痛い、仮眠はせんかった。魔物になってしまう人、何それ。人間パーティーを組んで、何それ。しっかり寝て、ありがとう。大変な夢見ないというのに、本当にね、いいように、いいぐらい。初めまして、カリスの、え、嬉しい。
髪の色ペンライトカラーしてるんだけど一色しか選べない、どっちが好き？緑と紫、どうなんだろう、くるくるどっちがに紫かな。今から思うんだ、委員長全然わからんわ、やばい、ゲームを自体そもそもちょっとやばいかも、くるくるゲーム自体ちょっとやばいかも。確か明日いちごどうなんだろう、紫だから、お当たっている、頭痛がするんで、まず寝て休んで、明日雨もしかして違うか、関東雨？終わった。今日はあれでした。全国広島、書いてくれている。ありがたいコメントに。広島労働局全国、広島労働局全国産業安全衛生大会。うん。いや感情すぎ。ほんまにね。こんなにさ、なんか全部違う感じが並ぶなんてことあるっていうくらい、ほんまに明日あったらくるくる見れば、しばらくないね、ないね、ないね、12月までない、関東何まで実用法できちゃってるみたい、できちゃってる、早口言葉、明日寒そう、明日から寒いみたいな、明日はに、え、待っとるよ、待っとるよ、感じやめて偉いありがとう、広島労働局全国産業安全衛生大会は働く上で怪我を労働中の怪我を減らそうみたいなという話です。怪我を減らすためにちゃんと体操をしてみたいな、あ、賢さんとくるくる賢い、11月後半のスケジュールにはくるくるテレゲーム、そうなんですよ、11月後半はまあ下積みってことですね、あ、ビブス出るよね、グッズ気をつけるよ、そう、アイドルにも通ずるものがある、そうなんです、あ、それ言ってきました、それ言ってきた、それ言ってきた、ライジングホール久しぶりだったね、でも全然久しぶり感なくて結構来てる感あるけど、労働安全なん安全にお仕事をしよう、怪我するよね、大事、怪我しちゃったらタミー危ない、アセットクルクル不足を解消、解消嬉しい、バントルね、楽しもうね、明日は鳥ですよ、鳥になりそう、飛んでいきそう、あ、ウェブス嬉しい、皆さん楽しなので
くるくる伸びるせつよね、当たり前のクラッカーに。仕事聞かせたことなし、紙でできるくらい。確かに紙でできる朝もさ、もうどうしようもないよね。声が違って聞こえる、なんでだろう、なんでだろう。忠誠心、いや試されてるよこれは。誰のビーブス着てるのっていう。クルクも欲しい。くるくるビブスつけたら嬉しい。え、想像つかない、まだビブスどうなんだろう、想像つかない、どんな感じなんだろう。ビブスね、16カスネギやばい、16人分カスネギやばい。もうえっ、なんかでかで、なんかメンバーじゃねえしってなっちゃう、なっちゃう、なっちゃう。メンバーあれ、私ってもしかしてアイドル、キュルルンってなるかもしれない。うん、奥山もっかちゃん嬉しい、大好き大好き、嬉しい。会える機会なかなかないですね。 NGT さん仮レッスンで、そうお願いします、お願いします。くるくるがちょっと疲れちゃって、これちょっとサボりたいなとか思ったら代わりにあんまサボらないんですけど、なんていうんだっけ、替え玉じゃないや、替え玉みたいな。くるくるアンダー入ります、アンダーお願いします、アンダー。くるくるもココアさんのビブスつけて踊ったことある、アンダーとしてめっちゃ入って、あのピースピースピースなんかのイベントでリハーサルをやらないといけなくて、ココアさんが出れないから、あ、ピースストック、あ、それその時にココアさんの代理でリハ行った、ココアさんのビブスつけてやった。替え玉ね、選抜免除代ってそんな仕事もやってたか、おもろい。そう、やそれやった、そうエディオンスタジアム行ったの、ココアさん表彰して踊ったよ、クリスチャンワイブース来てフットサルの練習した急にね、誰ってなっちゃうよね。しかもなんか苦しまってさ、どうなるんだろう、なんか圧強そうだなと思って、くるくる怖いんだよね、くるくるのビブス圧強そうと思って、苦しま言うかみたいな、ちょっとどんな感じなんじゃろう。プライベートでも来てくれるんだな、リアルカード、おついてる、可愛かった、ありがとう。くるくるの代わりにマック行ってこうか、ないそれないそれ、おもろい。マック行ってくれんの、くるくるの代わりに、くるくるがダイエットで食べれないからお願いします。
ミッドフィルダーやってたくさん走らせる走りますたくさん。字面で気になってくれる男あるかな。なんかあと強い ビブスいるな。苦しも確かに全国の苦しもさん確かに。新しい化粧水と乳液使ったよ。これちょっと見えなくないか。これです、ね、見えないけど。おお、漢字も小文字少ないね。つるつる。つるるるるるる。つるるるる。素敵だよ、てか、重たい。よくよく食べてないけどね。あったかいよ。眠たいよ。どうぞその可愛くなれる。え、嬉しい。可愛いですか。可愛いと可愛い自覚はナッシング。バナナジュース飲みたい。自覚ないよ、ないよ、ないよ。わかる、冬のモコモコ女子くるくるも好き。いい季節やよね、本当に。マフラー女子も好き。明日髪型どうしよう。あ、可愛い、嬉しいよ。鏡見たら分かるでしょ、可愛いって。分かんないのよ、分かんないのよ。叶う人生経験豊富すぎやろ。バナナホールってライブハウスのバンドリング、そんなバナナジュースがあるの。飲みたい、バナナジュース。今から買ってこようかな、牛乳とバナナ。そしてミキサーで、この冬はイルミネーションとくるくるのリール無限回収しちゃおう。無限回収しちゃおう。明日からドリームネーション見たかったな。あのこと誰ですか。くるくるですか。くるくるみたい。ドリームネーション明日からか。明日東京やがな。ドリームネーション行きたいね、ほんまに。めっちゃ行きたい。結構待ってる。全然もう今日からとかやっててよかったのにとか思って。バナナジュース買うじゃなくて
え、そう、作る作るの作るの。砂糖なしでも甘いよ。東京ももうキラキラそう、キラキラそう。誰とドリミネーション？サチタンかな。ドリミネーションね、冬でも東京でも一緒に見ましょうよ。お願いします。規模がすごい。どうなんだろう、一般的に分かんないけど、で毎年有名な、有名だよ広島で。気配もなかった。でも結構もう10月の下旬ぐらいから設置はされてるから、大気配、多分大気配、大気配。ドリミネーション安住じゃないね。サンチュのドリミネーションあるよ、ある。カープもあるよね。カープってなんだっけ、誰だっけあれ、あのドラゴン誰だっけ、あのドラゴンみたいな人、なんかドラゴンいるよね。サンチュくんもいる。去年はサンチュくんオンリーで撮った。サンチュくんツーショットはしんかったけど、あ、スライリーじゃん。スライリー、スライリー、スライリーもいるよね。あれ、スライリーいたっけ。エルミを背景にアイドルの写真撮るっていうドルオタみたいなことしようよ、しようよ。え、クリスマスマーケットも行きたい。今日ドリミネーション一部点灯した。行きたかった。ドリミネーション見たの5年前。おお、5年前に見たの。今年も見よう。スライリー、スライリー、スライリーってドラゴンよね、違うか。いや、あ、恋、あ、恋じゃないよね、スライリー。え、スライリーって ドラゴン。なるほど、連ました、10連見かけた。あー、くるくるもカメラ持っていく。え、ドラゴンじゃないの。スライリー、スライリー、スライリー。服屋でレジ打ち、え、スライリー今日服屋でレジ打ちしたの。私今日服屋行ったんだけど。スライリー私の前に出てきてよ。あとチータンも最近なんか広島を物色している。去年クリスマスマーケット行って風邪ひいたから今年は完全、え、防寒で行こう、防寒で。私も寒すぎて鼻赤くなっちゃうんですよ。それが嫌だからちょっとこうやって温めたい。ああいう生き物なの、スライリーって。あ、生き物なんだ、スライリー、スライリーじゃない、スライリー。へえ。サンチくんはクマじゃん。くるくるが、くる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 なのと同じ。やっぱ冬っていいよね、寒いけど。私ダウン、ダウン欲しい、ダウン。スライリー中の人いるの、やばいやばいやばい。ないしょ。お、一番好きな季節、いいね。七五三は記憶にないね、ないね。去年はドリミネーションって、あ、気持ち一人寂しかった。くるくるアクスターを持っていきましょう。スライリーのどらへん、え、29歳、え、スライリーってそんな現実味のある生き物なの。
スマイリー95年生まれ。え、すえスライリースライリー、オーネム、寝ちゃう。サミストリートのデザイナーが作成すごいじゃん。そうなの、すご作成とか言ったらちょっとなんかすごい人間を感じてきちゃったけど、年上だってね、年上だよね。スラリー明日東京で、あ青青寝さで返す、めっちゃ鬼眠い。今日鬼眠いんだけど、昨日の夜そんな別に夜更かししてないけど、多分本当に気づかれしちゃった。やっぱりなんかね結構ね、固いお仕事はってなっちゃう。多分ドリームネッシュ1月までやってる気がするよ。あ、クリーリー、むずクリスライクリークリリーも作成する。あ、スライリーって英語でいたずらっ子って意味だっけ。え、そうなん、スライリーいたずらっ子ってことか。え、そうなんじゃ。スライリーちょっとスライリーって言おうかな。ふん、そうそう、神経をねすり減らして、分かった仕事に抜擢されるだけですごい、あー嬉しい、優しい、頑張りました。頭いい担当慣れてるかな、くるくるありがたいです。しっかりこのイベントの意図はなんだ。あざは変わってないね。してマスコットキャラどんなになるんじゃろ。船の形、あん、ドリームネーション1月3日、全然意外にやってなかった。1月3日だった。1月3日ピンクスラリー見たことない、ピンク見たことないな。一度笑ったことが、いやー嬉しいです。いや、そうなんですよ。前回は一人で広島労働局長、一日労働局長をやらせていただいて、局長になってきたんで、その時お世話になった方も今日いらっしゃって、お世話になってますって言った。スタッチに生息するスナメリをモチーフ、え、いいじゃん、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。くるくるの名刺ないけ、ないけ、名刺交換できなかったけど名刺もらったよ。心強でしたよ。ビッグイニングとか大学生のハッピー。ピンクに変身するんだ。ね、鬼のようなあくびじゃないか。ピンクのキャラといえば USJ であるエルモともやってモッピーは、なんか懐かしいな。ディズニーも行き、あ、ちょっとライバル会社の名前あげちゃったけど、ディズニーもユニバも行きたい。くるくる。インスタ用の写真を撮りに
取り憑かれちゃった、インスタに、インスタに取り憑かれちゃった。他人と話して聞こえると上がるね、くるくる。え、どうなんだろう、上がってる？わかんないな、上がってるかも。そう、あくびすぎて目がずっとうる。あ、今日も早かった？インスタ向けの写真撮りやすい時期、それはそう。ディズニー映え写真、そう、私は気づいてしまったんです。ユニバもディズニーも乗り物に乗るためじゃない、写真を撮るために行くんだって気づいた。だからアズミンとは行けない、もうアズミンは乗り物重視なんですよ。もう鬼のように怖い乗り物に乗らされる、アズミンと行くと。それはもうあかん、くるくるは乗れないって思って思った。あ、取り憑かれてくれた、かわいいくるくる。え、そうよ、じきかわいいくるくるいっぱい乗せるよ。そう、あずみん鬼ほどアトラクション乗るの、しかもめっちゃ怖いやつ乗るの。なんかしかも多分三半規管強くて、あずみん私めっちゃ弱いんですよ、だからってなっちゃうのですけど、あずみんはなんかいよいよみたいな感じなんです。倍重視、倍重視。そう、そう、三半規管が弱い。カメラマン、あずみんとくるくるとテンポパック行って、あずみん怖いの乗ってないとくるくると待っていて、おもろいんだけど、あずみん一人で乗り物乗る設定おもろいんだけど。でもさ、ディズニーとかもそうだけど、ユニバとかもそうだけど、やっぱりちゃんと行く相手をこうなんか選ぶって言ったらあれだけど、ちょっと仲いいぐらいの関係の人と言ったら、並ぶ時間長すぎて気まずいくて関係が崩れちゃうみたいなよくあるから、気をつけないとね。もうちゃんとこう無言、長時間並ぶアトラクションに並ぶ時間無言でも許せる関係じゃないと多分さ、持たんよね最後まで。身長ジェットコースター、余裕よ、余裕のよっちゃんなんだけど、え、くるくる、くるくるは背高いけん、あ、安住が低いだけじゃけん、あとで聞けなきゃいけん。え、そう、それでさ、カップル別れるとかもあるよね、破局。一生喋って友達連れていくもらい、いいね、めっちゃいいね、一生喋ってくれる。だって私この前あずみんと、この間結構ちょっと前あずみんと行った時はアトラクション並べながらインスタの投稿送信して、その時はインスタだけだった、ツイッターしなかったけど、インスタの投稿、インスタどう、これどう、これどう、この写真どう思うとか言ってやってた。無言の時間、
無言を許す、なんか無言でも大丈夫な人だったら大丈夫だけど、気まずい人は気まずいよね。なんか気まずい人は気まずいよね。仕事してるやもろ。それとかあとなんかちょっと歩いてて、え次どこ行くみたいな、歩いて一回座ってメール書かんみたいな、一回座ってメール書かんって言ってありって言って座って二人で無言でメール書くで送信あメール送ったっけ次のとこ行くみたいな。どんなアトラクションを、あんまり怖くないやつがいい。なんか大丈夫だったんだけど、くるくるジェットコースターとか行ける人だったんだけど、なんか好まなくなった。あ、お疲れ様ありがとう。なんかね、体質変わってきたっていうか、なんかわざわざ怖い思いして乗る必要ないなって思ってきちゃって、そんなんやったらもう全て終わっちゃうんだけど、なんかあれ私なんでこんなキャーって、めっちゃ怖いのになんか怖いなと思いながら乗ってるんだろうと思って、そんならもうなんか可愛いの乗ろうと思った。ディズニーシーでセンターオブシチアーズ5周回らされて消え5周ちょっときついね。あもう一回あっあっいいよ無理って言えないしね。 OK わあ確かに難しい。今日の黒服くるくるやばい、黒服くるくるなんかちょっとあれみたいだね、裏方なんか黒服さんみたい。そう今日もインスタ用に可愛い服を着て写真を撮ってきたので、た楽しみにしててほしいんだけど、肩出てるやつにした。今日はギリこの寒さ、今日の寒さならギリ耐えれた。しかも今日ご飯食べたとこは外で、なんていうの、外の室内じゃない、なんていうのあれ、なんていうんだっけ、なんていうんだっけあれの、あそれテラス席だったから寒いかなと思ったの、肩出て寒いかなと思ったけど、今日行けたんよ、じゃけちょうどよかったと思って。でなんかあずみんが明日から寒くなるって言ったけ、ちょっと明日からはもう必殺布隠しで行きます。あ楽しみ、クラフクルクル、そうよインスタ用に写真撮りに行ったんよ。小島に行こう、口に出してしまう、でやばい時間、スクショタイム、あずみと一緒だから暖かかった、それはないですね、はい。それけど布隠し、そうよ布隠し、労働ポーズ、これあの出勤ポーズ、アイドルスター頑張るぞ。コメントしたいけど人に見られる、してほしい、真顔くるくる、明日から状況ですねポーズ明日の労働も頑張ります、一緒に頑張ろう、ねむねむ、ピンときたショートシーマ、スクスタイム終了。
明日マフラー早いかな、どう思う？それではスクッシュタイム終了したので告知タイムすると、明日はアイドルスターあります。ヒューリックホール、この前、あ、この前の前、花だれ公演したところなんで、ちょっとお帰りただいまっていう感じなんですけど、頑張ります、アイドルスター。そして今日もインスタ載せてるのでぜひ見てね。それでは壇上13位 XYG ありがとう、12位ヤスモありがとう、11位ステラありがとう、10位コジーありがとう、9位キエタありがとう、8位クシガマサキありがとう、7位トマトポありがとう、6位ナラニシありがとう、5位フジタマありがとう、4位キノコありがとう、3位キエちゃんありがとう、2位パンがいっぱいありがとう、そして1位は、そして1位ドゥルルルルルルルパーン、ナルドありがとう、ナルドありがとう。それでは皆さん明日も、あ、明日金曜日頑張りましょう。おはよう。